アメリカンファジーロップはフレンチアンゴラとファジーロップイヤーを交配させてできたウサギ。アメリカンラビットブリーダーズアソシエーションによって承認されたウサギ品種。外観はホラントロップに似ているがただし、アメリカンファジーロップはウールの品種であり、市販のアンゴラよりもウールは短く、アンゴラ品種と同様のウールになる。 アメリカのファジードロップは表示されるために最大4ポンドの重量が必要。比較的穏やかな性格をしていて感情表現をしっかりとしてくれるため初めてウサギを飼う方でも飼いやすい。見た目が可愛いという理由でペットとして飼われることが多い。長生きする種類ではあるが耳が垂れていることから耳の病気になりやすい。そのため、 日頃から耳に問題がないかどうか確認する必要がある。毛の量が多いので定期的にブラッシングしなければならない。AB ザペットステップスタッフアメリカンファージーロップザペットステップハットベティーアメリカンファージーロップラビットブリードインフォメーションモダンファーミングメソッツ2020年5月21日閲覧アメリカンファージーロップラビットヘルステンペラメント コート a, g, e, a, l,、e、t, h, a, n, d, c, a, r, e, p, e, t, g, u, i, d, e.com. ピートガイド ,2020 年5月21日閲覧。スタンフォード ,JC ザ・ドメスティック・ラビット、ブラックウェルサイエンシズピアニッシモ2 7 2 8 i s b n 0 6 3 2 0 3 8 9 4に、ウサギの寿命ってどのくらいギネス記録から野生のものまで、徹底解説。 ありがとうございます。